くじり世界史、俺みたいになるなぁ。かっこいい、かっこいい。今回しくじったのは、マルクス、アウレリウス、アントニヌス、カエサル、通称、カラカラでーだー。ポケモンみたいな名前だけど、そんなに凶悪な人物なのかい？凶悪も凶悪、ネロやコンモブスなんか、カラカラ帝に比べればだいぶマシに思えてくるさ。暴帝の多い歴代ローマインペラトールの中でも、最悪の暴帝、と言ってよいだろう。この人物の凶悪性は、幼い頃から遺憾なく発揮されていた。17歳にして義理の父を殺し、妻とその弟を殺し、その後は血を分けた実の弟も殺している。そしてそれらでさえも、後にカラカラ帝がしでかしたことに比べれば、まだ序章にしか過ぎなかったんだ。今回はそんなローマ史上最悪の暴帝、カラカラ帝について見ていこう。カラカラ帝、というのは後世についたあだ名で、本名はルキウス、セプティミウス、バッシアヌス。父はローマの第20代インペラトールであるセプティミウス、セイルス、母はユリア、ドムナ。一歳年下にはゲタという名の弟がいる。ゲタ、ゲタ、ゲタ。父セイルスは、コンモブスナキアとの後皇帝時代と言われる内乱を制した人物で、最初の軍人皇帝と言われることもある。詳しくは、後皇帝時代、を見てね。セイルスはライアルを次々と滅殺していき、ローマに凱旋すると、元老院を開き、次のことを要求した。8歳になった長男のカラカラを、インペラトール、ディシナートス、として承認すること。なんだいそれは、初めて聞く名前だね。おそらくこの時初めて出てきた名称だろう。日本語に訳すのは難しいが、簡単に言えば、俺の息子が次のインペラトールな、といった感じだろうか。この宣言をもって、ローマにセプティミウス朝が成立したことになる。ローマに再び、世襲王朝が誕生したのだ。コンモブスを後継者にしたことを、散々非難していたセイルスが、全く同じことをしているのだから、人という生き物は面白い。セイルス帝も、アウレリウス帝同様、妻以外を愛さない人物であり、家族を大変大事に思っていた。そういった人物の後継者が、ことごとく暴帝になるのは、歴史の皮肉とでも言っただろうか。セイルス帝の決定に、ローマの国会たる元老院は心の内側で反発した。しかし、セイルス帝の持つ武力の前に屈した。セイルス帝は、ドミティアヌス帝以来行われていなかった、軍団兵士の昇級を行い、軍部の支持を集めた。これにより、セイルス帝は最初の軍人皇帝とも呼ばれる。さらに、インペラトール最大の敵となりうる、直属の近衛兵団長官に対しては、長官プラウティアヌスの娘プラウティッツァと、長男カラカラを結婚させることで関係を強化した。そうした下準備をした上で、セイルス帝は自己に都合の悪い元老院議員を処刑した。その数26名。この時点で、ネロやコンモブス、ドミティアヌスの時代よりも元老院議員の処刑者数は多い。それでもセイルス帝が後世糾弾されるのは、そのような暴政ではなく、カラカラ帝を生み出したことなのだから恐ろしい。コンモブスは、アウレリウス帝が存命の頃は、しくじりらしいしくじりは行っていないが、カラカラは父セイルスの存命中からその凶暴さを発揮している。誰にでも反抗期というものはあるだろうが、カラカラ帝のそれはどうこしていた。カラカラ帝が17歳の時、妻の父でもある、近衛長官プラウディアヌスと、カラカラ帝は言い争いを始めた。原因はわかっていない。プラウディアヌスはセイルスと同じ北アフリカの出身で、権力を傘に着て横柄な態度を取りがちな人物であったらしい。生来気性の激しいカラカラとは、何かと馬が合わなかったようだ。カラカラと妻のプラウティッツァの夫婦仲が最悪だったことも原因の一つであろう。西暦205年1月22日、カラカラ帝は剣を抜き、義父であるプラウティアヌスを切りつけた。完全なる奇襲であったらしく、プラウティアヌスは絶命した。カラカラは元老院の議場にて、プラウティアヌスはセプティミウス家一家殺害の計画を立てており、その死は必然であると主張した。それが明らかな捏造であり、そのような計画などないであろうことは皆知っていたが、
誰もセプティミウス家に逆らえる者はいなかった。カラカラは続いて、プラウティアヌスの娘、すなわち自分の妻とその弟に反落の意思ありとして、二人をシチリア近くのリパリ島に流す決議を求めた。形骸化した元老院は、それも承認する。スキピオを追放し、クラッス兄弟を殺し、カエサルをも殺害した元老院は、もはやインペラトールに頭を垂れるだけの存在と化した。元老院の構造もまた、共和制の時代とは大きく変わっていた。かつて、ローマでは、誰にでも元老院議員になれるチャンスがあった。平民であっても、貴族であっても、金がなくても、国政に参加するチャンスはあったのだ。しかし、この時代の元老院は世襲が基本で、インペラトールの目にかなった人物か、よほどの金持ちでなければ元老院議員にはなれなかった。ローマはもう、人々が理想としたような国ではなくなっていたのだ。島流しになったプラウティッラとその弟は、その後カラカラの送った兵士によって人知れず殺された。妻に対しての愛情など、カラカラは1ミクロンも持ち合わせてはいなかったのだろう。いや、カラカラという男は、人類に対しておおよそ愛情など持ったことのない人間だったのだろう。肉親にも、側近にも、元老院議員にも、人々にも、カラカラは平等に無慈悲だった。せめて家族にだけは愛情を持ってほしい。そう思ったのか、セールスはカラカラと弟の下駄を共にローマ最高職コンスルにつけたが、結果は両者の不仲が一層加速しただけであった。セールス帝は、最後の力を振り絞って、現在のスコットランドにあたるカレドニアの地への遠征を敢行することにした。この時、セールス帝は重い病気であったので、カラカラと下駄も共に連れて行き、下駄のことはブリタニア総督に任命することにした。今でこそイギリスとして一つの国になっているが、当時はハドリアヌス長城を境に南側がローマ領ブリタニア、北がカレドニアと呼ばれていた。これは現在でも南側のイングランド、北部のスコットランドという形で残っている。この遠征の最中、どうやらゲタは現在のロンドンにあたるロンドニウムにおり、カラカラはブリガンテスと呼ばれるカレドニア人と戦っていたようだ。余談だが、現在山賊を表すブリガンドという言葉は、この時のブリガンテスが由来となっており、カレドニア人はローマ領に侵入し、略奪などを繰り返していたようだ。さらにもう少し言うと、ブリタニアはさらに北方のスカンディナア半島や、現在のデンマークにあたる土地から侵攻してくるゲルマン人の侵攻に悩まされていた。セールス帝は、このような事態に対処すべく、ブリタニア遠征を敢行したわけだが、その志半ばで亡くなってしまった。そして、怪物が誕生した。カラカラを止める者など、もうどこにもいなくなっていた。カラカラ帝がインペラトールとなって、まず最初にやったことが、弟であるゲタの殺害だった。特に正当な理由があったわけでもない。セールス帝が生きていた時代から、この兄弟の仲は非常に悪かった。それでも、セールス帝は、家族の愛というものを信じていたのかもしれない。セールス帝はその死に際して、カラカラとゲタに次のような言葉を残したという。互いのことを考えて、兄弟で仲良く統治をするように。兵士たちを優遇することを、決して忘れてはならない。しかしそのような言葉は、兄弟の胸にはまるで響かなかった。ローマにある宮殿は二分され、戦時でもないのにその境界線には、それぞれの子飼いの兵士が常駐し、両者の間は断絶された。二人が顔を合わせるのは、公の場だけで、その時には必ず二人の母であるユリア、ドムナが同席していたが、それでも罵り合いは続いたという。話はついに、広大なローマ帝国を二分するという事態にまで発展した。カラカラ帝は西側、ゲタ帝は東側、話はすでに、元老院の承認を得るところまで進んでいたという。しかしこの案が実行されることはなかった。カラカラ帝がゲタを殺したからだ。カラカラは、母に対して、弟のゲタと和睦したい旨を伝えた。ユリア、ドムナはこれを聞いて大変喜んで、ゲタにも和睦を勧めた。そしてユリア、ドムナの部屋を、武装したこの衛兵団が取り囲み、和睦に来たゲタに襲いかかった。
カラカラには、最初からは僕をする気などさらさらなかったのだ。カラカラの母でもあるユリア、ドムナは、腹を痛めて産んだ子であるゲタをかばったが、かばいきれず息子は死亡、自身も手傷を負ってしまった。カラカラのゲタへの怒りはなおも収まらなかった。カラカラは元老院に命じて、ゲタをダムナテを、メモリアへ、すなわち記録抹消系に処し、父セウスが、全ローマに配布した家族の肖像から、ゲタの顔をくり抜かせた。命令に従わぬ者は、国家反逆罪の名のもとに、無慈悲に処刑されたという。カラカラのゲタへの憎悪は常軌を逸していた。ゲタの近衛兵、ゲタの解放奴隷、ゲタの友人、ゲタによって昇進した記録のある者全員、ゲタの庇護下にあった者たちはもちろん、ゲタの死を悲しんだというだけの理由で、人々は罪可人リストに載せられ、捕らえられ、そして処刑された。法の民族、と言われた、ローマという国の慣れの果てである。すべての美徳は消え去り、寛容性も、責任感もなくなった。カラカラ帝の暴落によって、2万人ものローマ市民が犠牲になったという。しかしこの暴落ですら、まだ序章に過ぎなかった。本番は、カラカラ帝が東方の地に移住してから始まる。カラカラ帝に関しては、このような暴落が記載されることはあまりなく、教科書では次のような事跡が掲載されている。カラカラ帝は各地にカラカラ浴場を作り、アントニヌス勅令を出して、ローマ市民権を領内の人々にも分け与えた。なんだ、カラカラ帝実はいいやつじゃん。もしかしたら、そう思っている人もいるのかもしれない。カラカラ帝は、暴落の帝であったが、ケチではなかった。父が死に、自らがインペラトールになると、父が貯めた資金を兵団にばらまいた。そして市民たちの人気を得ようと、各地に浴場を作り始める。カラカラの作った浴場は、図書館なども併設されていて、浴場というよりも、総合レジャー施設とでも言った方が良いほどで、そのような建物を、帝国内に2000から3000も作ったらしい。すごい、カラカラはお金持ちだったんだね。確かにそうかもしれない。お金がないなら奪えばいいじゃない。カラカラはそう考え、実行した。当初、カラカラの暴落は、下駄への憎悪から始まった。しかし、途中からは、国家反逆罪の汚名を着せ、財産を没収する方向にシフトした。政治を行うには、スタビライザー。すなわちバランスを取る何か、が必要である。共和制ローマにおいて、元老院は暴政に対するスタビライザーとして機能していた。しかし、軍部が力を持ち始めた結果、ローマは武断主義の国となり、その最高司令官たるインペラトールを止める何かがなくなってしまったのだ。この頃のローマは、20世紀における、カンボジアと似ているかもしれない。カラカラ帝は、富裕層に国家反逆罪の汚名を着せて、その財産を没収し、浴場などを作って市民たちに還元した。暴政ではあるが、富の再分配でもある。だが、次第にそれも限界が来て、カラカラ帝はローマ市民たちに重税を課すようになる。そのような行為を、止めた者も、いたにはいた。この絵長官であったパピニアヌスである。この人物は、セールス帝の時からセプティミウス家に仕えてきた人物で、カラカラがゲタを殺した際、弟殺害を正当化する文書を書けと言われ、拒否したのだった。この人物の存在は、ローマ最後の良心だったと言えるかもしれない。さて、このように内側には無類の強さを誇ったカラカラだが、対外戦争ではそこそこであった。213年、ゲルマニアの地に、ゲルマン系アレマンに族が侵攻してきた。カラカラ帝は自ら出陣し、アレマンに族の侵攻を撃退することに成功する。その後アレマンに族の本拠地を攻めるも、これを落とすことはできずに、結局は解禁を払って講和をすることになる。ローマには、カミルス以来、ローマは剣でお返しする、という文化があり、講和などもってのほか、ドミティアヌス帝などは、蛮族と講和を結んだだけで非難されたものだが、もはや形骸化した元老院は、カラカラ帝を攻めもせず、ゲルマニクス、マキシムス、すなわち、ゲルマニア問題を解決したものという称号をカラカラに送っている。だが一方で、
この政策はさらなる財政難を引き起こした。悪化は良化を駆逐する、とは、16世紀イギリスの経済学者、グレシャムの残した言葉だが、カラカラは良化を駆逐するような悪化を作り出してしまう。具体的に言うと、硬貨における銀の含有量を下げたわけだが、これがローマを破滅に導くインフレを引き起こしてしまう。どういうことだい？例えば 100g の銀があって、これを一つの銀貨に使ったとしよう。ほうほう。カラカラ帝は、例えるなら 100g の銀で2つの銀貨を作ることを考えたんだ。やったねカラちゃん、これで2倍の儲けが出るよ。でも、こうなると市中には、銀 100g の銀貨と銀 50g の銀貨の2種類が出回ることになる。こうなるとどうなるか。100g の銀貨を持つ者は、それを使わずに取っておき、市中には 50g の銀貨だけが出回るようになる。まさに悪化が良化を駆逐したわけだ。そしてそうなると、今度は硬貨そのものの価値が下がるようになってしまい、物の値段は上がり、インフレーションになってしまうわけだ。むむむ？みんな質の悪くなった銀貨を持っているわけで、売る方としては、今まで銀貨1枚で売っていたものを、そのまま売ったら損をするようになる。例えば銀貨1枚で本を売っていた場合、本と銀 100g が釣り合うわけで、悪化になると、本と銀貨2枚が釣り合うようになり、物の値段は上がる。とにかく、カラカラ帝のせいで経済はめちゃくちゃになったわけだね。一言で言えばそうなる。だからローマの人々は、重税インフレの両方で苦しめられるようになるわけさ。そんな状態で兵士たちの給料だけは上がっていく。なんか現代史でよく見るような光景だな。そんな状態だから、ローマ帝国中でカラカラ帝への不満が湧き上がっていくが、カラカラは軍隊を抑えているのでどうにもできない。そこで市民たちはせめて鬱憤だけでも晴らそうと、カラカラ帝が弟の下駄を殺したことを皮肉る歌を作り出して、密かに歌っていたらしいんだ。これが悲劇の始まりだった。事件はエジプト最大の都市、アレクサンドリアで起こった。アレクサンドリア。文明の発祥地の一つであるエジプトに、大英雄アレクサンダー大王が建設した町で、当時の人口は100万人を超えており、世界最大の都市の一つだった。この当時の世界では、100万人を超す人口を要していたのは、ローマ、アンティオキア、アレクサンドリアの3都市だけであったという。中国の落葉や長安は、人類が迎えた最悪の時代の一つ、三国志の時代の真っ最中で、一つの都市どころか、中国全体で500万人ほどまで人口が激減していたらしい。一時期は5000万人を超えていたらしいんだけど、戦争や飢饉、疫病でそこまで減っていたという。さて、話をローマに戻すと、カラカラ帝は、どうやらアレクサンドリアの街で、自分の悪口を歌った歌が流行っているらしいということを小耳に挟んだらしい。そしてカラカラは激怒した。彼女地暴落の民どもを除かねばならぬと決意した。カラカラには政治がわからぬ。しかし自身の悪口に対しては人一倍敏感であった。メロスかよ。カラカラはアレクサンドリアに人を集め、兵士に皆殺しを命じた。最悪だー。最悪よりも最悪だー。虐殺は数日にわたり、建物は壊され、兵士は命乞いをするものだろうが女だろうが子供だろうが、見境なく殺害を強行したという。全く同時代を生きた歴史家のカッシウス、ディオは、この虐殺により、少なくとも2万人の人が犠牲になったと記録している。イギリスの大歴史家エドワード、ギボンは言う。ティベリウス、ネロ、ドミティアヌスは、暴政と言っても、その犠牲はせいぜいローマ市民や元老院だけであった。しかし、カラカラは人類共通の敵であったのだ。まさに、ザ・暴君、といった感じだね。だが、ローマの歴史全体で考えれば、これらの虐殺やインフレ、暴政よりも、もっと恐ろしいことをカラカラ帝はしていると言えるんだ。西暦212年、アントニヌス勅令。世界史の教科書には必ずと言っていいほど載っている、超重要事項だ。なんで、アントニヌス勅令、と言うんだい？まずはその名称から説明していこうか。カラカラ帝の元の名は、さっきも言った通り、ルキウス、セプティミウス、バッシアヌス。
しかし皇帝としての名は、インペラトール、カエサル、マルクス、アウレリウス、セイルス、アントニヌス、ピウス、アウグスプス。長い名前だねー。まるでローマオールスターの名だよ。その通りなんだよ。この名前には、過去のローマの偉人たちの政治を継ぐ、という意味もあるんだ。父セイルス帝は、アウレリウス帝の政治を引き継ぐ、すなわち元老院尊長の政治をすると言って、マルクス、アウレリウス、アントニヌスの名を使った。カラカラ帝もそれを引き継いだ形になる。実際には元老院を形骸化させたのにねー。ところで、それでなんでカラカラ帝と言うんだい？カラカラは、もともとは好んで着ていた服のことらしいよ。そのあたりはカリグラと同じような感じだね。詳しくは、ローマ最強の皇帝カリグラ、を見てね。それで話を戻すと、カラカラは人気の高かったアウレリウス帝の名前であるアントニヌスの名で勅令を出したんだ。ローマ最悪の政策と言われるそれをね。どんなひどい内容なんだろう。その内容とは、ローマ帝国内の全員にローマ市民権を与えるというものだった。それのどこがひどいの？虐殺とか家族殺しとか重税とかの方がよっぽどひどいことしてるじゃん。むしろみんなが平等にローマ市民権を持つなら良いことじゃん。ふむ。おそらくはカラカラ帝もそんな風に思っていて、さらにみんなも同じように思うだろうと考えていたことだろう。カラカラ帝がアントニヌス勅令を出したのには、二つの理由があると言われている。一つは単なる人気取り。ネロやコンモブスもそうだが、この手の人間はなぜかやたら人気だけは取りたがる傾向にある。もう一つは税収増。ローマ帝国は、属州からは属州税を取っていたが、それを廃止する代わりに、帝国全域で増税をした。総合的には税収は増えたらしい。うん。でもなんでそれがローマ衰退の原因になるの？それはローマの特殊な平成に原因がある。ローマは、いつの頃からか、現地出身の兵士が増えてきたが、それはあくまで補助兵に限った話だったんだよ。補助兵？ローマの軍団は、レギオーと呼ばれる正規兵と、アウクシリアと呼ばれる補助兵から成り立っている。正規兵は、ローマ市民を持つローマ人から成り立っていて、各属州では、属州で募った現地人が補助兵になることが、この頃は恒常化していたんだ。人という生き物は厄介だ。皆が平等だという社会主義国家が、一体どうなったのかを思い出してほしい。皆が平等な給料なら、人は働かなくなるんだよ。人は隣のやつより少しだけうまいものを食いたい生き物。かつてビートたけしが言ったように、人というのは差をつけたがる生き物なんだ。そのために必死に努力するという面もある。ノブレス、オブリージュ。高貴さは義務を伴う、という意味のフランス語だが、もともとは古代ローマの文化であった。ローマ市民権を持つ者は、命がけでローマという国を守る。ローマがどうしてこんなに強かったのか、武装、道路、兵站、優秀な指揮官。どれもその強さの理由だが、決定的ではない。ファルサロスの戦い、ペルシア戦争、伝説的な牧野の戦い、圧倒的に不利な状況を覆したのは、すべて兵士たちの士気の高さにあった。ローマの強さの最大の要因は、ローマ軍団の国を守るという意識とその誇りだったのだ。さらに、それまでの制度では、アウクシリア、すなわち補助兵は、任期まで務めれば、ローマ市民権を与えられ、しかも世襲可能だった。ローマ市民権を持てば、小麦はタダでもらえるし、闘技場を観覧できるし、インペラトール就任時のボーナスももらえた。生き延びれば、自分と家族には良い暮らしが待っている。その意識が補助兵の戦意を上げていた。しかし、ローマ市民の価値は、アントニヌス勅令によって大暴落してしまった。元々のローマ市民からは誇りが失われ、属州民たちからはやる気が失われた。ローマは、確実に弱体化していくことになるのだ。その効果が出るのは、カラカラ帝が死んだ後のこととなる。217年4月8日、カラカラ帝はエデッサの地にて暗殺された。暗殺したのはマルピアリスという人物で、一説によれば、カラカラ帝が用を足している時に、後ろから暗殺されたらしい。この暗殺は、
どうやらマルティアリスが、出世をさせてくれないからから帝に不満を抱いて犯行に及んだらしい。マルティアリスは、その後すぐに衛兵に殺されてしまったので、その本当の動機については闇の中である。このカラカラ帝の暗殺以後、兵団の最高指揮官であるインペラトールが、軍団兵に暗殺される事件が相次ぐ。危機の3世紀、の始まりである。カラカラ帝が暗殺されてからの100年間で、20人ものインペラトールが暗殺されることとなる。そのような状態に陥りながらも、ローマは再び輝きを取り戻す。ローマをダメにしたのもインペラトールなら、ローマに再び火を灯したのもまたインペラトールであった。絶望的な時代であった。100年に満たない期間に、20人以上のインペラトールが、現れては死に、死んではまた現れた。暗殺は恒常化し、インペラトールが敵国に捕らえられたことも、ローマが三分割されたこともあった。しかしローマはその絶望を乗り越えた。偶然に乗り越えられたのではない。絶望的な状態にあってもなお、ローマとしての輝きを取り戻そうとした男たちがいたのだ。そしてそんな男たちの登場の前に、ローマは再び悪夢を見ることになる。その悪夢の名は、ヘリオ・ガバルス。カラカラ帝でさえも、ヘリオ・ガバルスに比べればまだマシ。そんな人類史上最低の君主の話は、また近いうちにしようと思う。それまでチャンネル登録して待っててくれよな。チャンネル登録していってね。